界なんて飛び越えていく、そんな覚悟が今ここにある。やば、よろしく。じゃあここでリンク召喚得意、やっぱそういうのあるんだね。人得て増えて、俺頭使うの苦手だからよ。身も蓋もないんだよ、俺頭悪いからよ。あ、悪くないのでは。いいのでは。いいけどだな。あ、いや、いける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 。崩壊ダーモン。闇の差に行く。ミスさんの頭がこんがらがる可能性ある。いや、それはある。それはやばいな。情報型パターンは崩壊デッキか。ちゃんと抜け穴があるんだな。崩壊、崩壊はなんかすげえでかいデッキ出なかったっけ。てか、お手札特殊が自分のモンス、はいはいはい、出てきた。ティアラメンツ、崩壊じゃねえ。墓地へ送る。あ、だだ、崩壊、流星崩壊、キューサー。デッキから崩壊カードにして墓地に送る。崩壊カルマ。敵から崩壊モンスター手札に加える。一旦死のことが重い表示を操作する場合、墓地のモンスターを送られたターンに発動できる。このカードの効力が単種類種まで自分の墓地のモンスターかける200ポイントアップする。効力上がるんだ、やばいね。ちょっとあ、こいつほっとくとやばいね。効果で墓地に送られた場合に発動できるやつ。あ、違う、効果じゃない。あ、墓地コエスとして使った。レベル4、2体クロノダイバーリーだ。自分相手のサマイフェーズに発動できる。このデッキ、相手のデッキのシムートカード、あおう、あいつちょっとヤバそうだな。ドロー、よしよしよし、いけるかもしれない。あ、待ってね、やめて、止めない、なんかやめて、なんかやばそう。へえ、はは、このカードに3種類取り除いて、なんかやばいんじゃない。おお、ドロゴン、なんだこいつ。相手は属性、一旦に一度属性を設計、相手は属性になる。はあ、なんか嫌な予感するな。ヘビーメタルレイダーズで、ちょっとやばいので俺はこいつをリリースしておくぜ。改正怪獣実現で、これだ、いけ、俺の必殺コンボかけかにつけーずで、つけ髪の盾。これ待って、最大ダメージいくんじゃない、このデッキの。俺のつけ髪、発動ニトロユニット。あわあ、オッケーオッケーオッケー、そう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 。で、ジャンクアタック。さあ行くぞ、バトルベースどうなる。まずニトロユニットで、これ装備したモンスター、もともとの攻撃力の3300で装備して、これで、破壊したモンスターの半分のダメージ、で、カニで、500、レベル 10×500 ダメージ。で、月神で負けないと。サードだ !100! 上がる!カニ!ニトロユニット!で、さらに、ジャンクアタック!サードだ!で、そして、ドーン!気持ちいい、気持ちいい。
最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。他にもツイッター等もやっているので、ぜひともフォローの方よろしくお願いいたします。それでは明日の動画でお会いいたしましょう。うかことうかい東四郎でした。またねー。